ザブーンというわけで、花粉症のない暖かいところに来ております。今プールに来ております。どういうプールかというですね、ぐるーっと自分ごとパンをしてみればわかるんです。そうです、後ろに高層ビルが見えております。地上57階天空のプールに来ております。さてここですね、どんな風にあそこから水がこぼれずにこんな風になってるのか、今日はその辺を見てみたいと思います。じゃあ行ってみましょう。皆さんね、結構カメラ撮ってるんですよね。さあギリギリ、水ギリギリで、こんなことして大丈夫なんでしょうか。さあ行ってみます。さあここが水の切れ端。さあこの水の切れ端がどうなってるかというと、あれれ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 と、こんな風に下にちゃんと転がるところがあって、もう一個水を受けるところがあって、別のところがちゃんとフォローしているということで、大丈夫なような形になっております。だからですね、勢い余って向こうへ飛び出しちゃうということはないような形になっております。なんかね、ちょっとね、雨がね降ったり日が照ったりね、不思議な天気であるのは事実です。あ、天空のプール57階かなからのレポートでした。じゃあ行ってみましょう。ジャボン、ジャボン。